カリーナ・フォークとは、ドイツのスキージャンプ選手である。オリンピック女子ジャンプ競技初代金、メダリスト、ノルディックスキー世界選手権金メダリスト。ドイツのバーデン・ビュルテンベルク州、州営ビッシュグミュント出身。6歳からジャンプを始め、2004年に国際大会へ、デビュー、ジュニア世界選手権では2007年に4位、2010年に5位、2011年に8位となった。 2011-12シーズンに始まった女子ワールドカップでは6位が1回、総合27位となった。2012年のジュニア世界選手権では個人戦で銅メダル、団体では銀メダルを獲得した。2012-13シーズンは好調で2月9日のワールドカップザオ大会では自身初の表彰台登壇を果たした。世界選手権。 バルディフィエンメ大会では、個人ノーマルヒル5位、混合団体では、ウルリケグレッスラー、リヒャルト・フライターク、ゼベリン・フロイントと共に、銅メダルを獲得した。2013、14シーズンのワールドカップではたびたび、表彰台を獲得したが、優勝はなかった。しかし2014年ソチオリンピックで優勝し、オリンピック女子ジャンプ競技所大金メダリストとなった。2014、 15シーズンの第5戦座王大会でワールドカップ初優勝した。世界選手権ハールン大会では個人と混合団体の2冠を獲得した。2015-16シーズンはワールドカップでは表彰台にも乗ることができず、総合成績も11位に終わる。2016-17シーズンはワールドカップ第13戦のヒンツェンバッハで3位となり、 二シーズンぶりに表彰台に乗った。世界選手権ラハティ大会では、個人、混合団体ともに連覇を達成した。2017、18シーズンはワールドカップで3位2回など、出場した13試合で全て1桁順位となり、総合6位となった。2018年ピョンチャンオリンピックでは5位であった。2018、19シーズンはワールドカップにフル参戦し、 2位1回、3位1回で総合9位であった。世界選手権、ゼーフェルト大会は、個人ノーマルヒル10位で、初開催の女子団体で、金メダルのメンバーとなった。2019年7月、練習で転倒し十字人体を断裂した。その後も怪我に苦しみ、2020-21シーズンのワールドカップ総合は32位。 世界選手権オーベルストドルフ大会は個人ノーマルヒル30位に終わった。ありがとうございます。